体の中には無数の運動神経が張り巡らされてましてね、体を動かすことができるのも足動け手動けって脳からの命令を運動神経が体内の筋肉に伝えているからなんですね。ギランバレー症候群っていうのはその神経に障害が起きて全身の筋力がなくなってしまうという病気なんです。まあ10万人に1人から2人という極めて珍しい病気ですね。10万人に1人。僕の体どうなるんですか？人によって症状は様々なんですが、手足が動かなくなったり、言葉が喋りにくくなったり、呼吸不全を起こしたり。ただ病気が発症して4週間で病状はピークに達しますが、その後回復していくと思います。治るんですね。治りますよ。ただ稀に後遺症を残すことがありますので、速やかに治療に入った方がいいでしょう。早速ですが明日から入院してもらえますか？入院か。お金かかっちゃうね。そんなこと心配しなくていいから。ほらこの100万円もあるしね。そんなとこに隠しちゃったの？全然気づかなかったでしょ。でもダメだよ、それはミュウのために使うんだから。とにかく今はお金の問題よりも自分のこと考えな。はい。4週間か。仕事やばいな。まあ休めると思えばいいんじゃん。まあそうだね。明日俺一人で行くから。私も行くよ。ミュウのお迎え終わってからでいいよ。治る病気だし心配しなくていいよ。いい音だな。そう？おやすみ。おやすみ。では高圧酸素療法を行います。酸素？高濃度の酸素を体に取り込むことで細胞を活性化させて運動機能の改善を図ろうと思います。パパの足が早く良くなりますように。なりますように。4週間で治るんだから心配しなくていいって。でも心配するわよ、突然入院だなんてね。ああお金は大丈夫？大丈夫だよ、入院してる間も給料出るみたいだし。あ、そう。すいません遅くなりました。あ、ミュウちゃん。ありゃまた大きくなりましたね。うん、おじいちゃんおばあちゃんこんにちは。はい、いい子でちゅね。いやいやもうここでいいから無理すんな。大丈夫だって。じゃあしっかりな。うん、よろしくお願いします。はい、じゃあミュウちゃんまたね。バイバイ。なんか疲れた。さあミュウ、美味しいお寿司でも食べに行こっか。やったー、ミュウいくらいっぱい食べていい？いいよ、もう何個でもいいよ。ずるい。わかりました。はい、よいしょ。はい、山田さん、聞こえますか？山田絹さん、55歳女性、自宅にて呼吸困難になりました。 2,3 日前より下痢風邪の症状あり、本日より力がなく手足が動かないようです。ギランバレーの可能性があるな。人工呼吸と血小板の準備して。わかりました。山田さん、わかりますか？無事ですね、頑張って。ママ、どうしたの？
うん、何でもない。大丈夫かよ、あんた一人で。明日そっちに行くかいか。いいよ、わざわざ遠いし。なんだべ、車で4時間かっ飛ばせばいいんだから。大丈夫、多分大丈夫だから。多分ってなんだべ。そりゃ入院だよ、心配じゃないわけないよ。やっぱいろんなこと考えちゃうよ。でも4週間で治るってお医者さん言ったんだべした。大丈夫だから。うん、みゆちゃん不安にさせるんじゃないよ。子供は敏感なんだから。そうだよね。あや、なんかあったらかっ飛ばしていくから。うん、わかった。じゃあね。ミュウ上手だね。この絵明日パパに持ってこっか。あのどっか痛みますか？大丈夫です、すみません。なんか勝手に入ってきちゃってすみません。あのきっと治りますから大丈夫ですよ。僕も同じ病気なんです。治るって信じませんか？僕と一緒にお願いします。僕は信じていた。4週間後にはきっと治る。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、あっぷっぷ。いつもの生活に戻っている。元気そうじゃん。はい、もうすぐ出社できますよ。なんかいい休みもらっちゃいましたよ。これ見ながら。あ、ありがとうございます。きっとすごい、またバリバリ働ける。僕リンゴ嫌いなの。きっと笑っていられるようになる。そんな思いとは裏腹に、僕の病状は一向に改善しなかった。足の指動かせますか？うん、じゃあ足首はどうですか？じゃあ手の方見てみますか？手の指動かせますか？うん、手首はどうですか？もう一度治療方針を検討してみましょう。まあ焦らず、ギランバレーは治る病気ですから。4週間後、僕の両手は手首から先に力が入らず、僕の両足は膝から下は全く動かなくなっていた。なんかすいません。なんで謝るんですか？病気だもん、しょうがないじゃないですか。すいません。ほら奥さんも。あ、おはようございます。おはようございます。ちょっと新たな治療を取り入れてみようと思います。
血小交換療法といって体内の血液を外に出して特殊な装置でろ過してから体内に戻します。これ以上の症状の悪化は防げるはずです。僕は本当にギランバーレンなんでしょうか。間違いありません。そうですか。おかしいですよね。だって4週間で治るって先生おっしゃったのに、主人の体は来た時よりもずっと悪くなってます。我々も懸命に治療してます。今日やってる血小交換療法って、お気持ちは分かりますが、ギランバレー症候群は患者によって重症度も様々で進行具合も異なるんです。でも何ですか。すみません。あ、退院ですか。はい。おめでとうございます。あなたももうすぐよ。はい。じゃあ失礼します。あ、退院ですか。おめでとうございます。パパ。ん？いつ良くなるの？多分もうすぐかな。こら、パパだって頑張ってんだよ。じゃあミュ、絵本読んであげようか。うん。ちょっとミュのこと見といてもらってもいいかな。え？うん。行こうかミュ。なんか気になって車かっ飛ばしてきつまった。やっぱしひどい顔してんな。なんで治んないんだろう。もう良くなってもいい頃なのに。治んなかったらどうしよう。隼人さんの様子は相変わらず。私には絶対弱音吐かないから。でも絶対辛いはずだよ。あんたは大丈夫かよ。あやだって辛いんだもんな。あんたのことは私とお父さんが支えになっから、隼人さんはあんたが支えになってあげなんでしょ。店員ですか。はい。奥様はどうも私の診断に納得がいかないようですね。すいません。失礼なのは承知で言っています。お願いします。アヤの強い勧めで、僕はもっと詳しく検査してくれる病院へと転院することになった。ちょっとだけ開けてみよう。店員前、僕は一日だけ我が家に戻った。つい2ヶ月前まで僕にとってこの時間は当たり前だったんだ。なってしまいましたとさ。もうすぐできるからね。はい。いい音だな。はい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 。
熱い熱い熱い。いい音だ。うわあ。ママ。見えて違う？大丈夫。パパと遊んでて。じゃあミュ、パパとなんか別のことして遊ぼうか。パパ。ん？明日からまた病院でしょ？そうだね。無理しちゃダメ。さあ、ご飯にしよっか。4歳の子供に気使わせちゃったな。私に似て気が利く子なのよ。ああ、あ、父親失格だな俺。何にもしてやれない。病人なんだからしょうがないでしょ。お金は足りてる？大丈夫。ただあの100万手出しちゃった。ごめんね。治ったら俺ガンガン働いて出世するからさ。出世なんかしなくていいよ。私は隼人がいてくれればいい。やっぱ隼人のいない家は寂しいよ。はや。デミューが言ってた。誰が？ミュウが。ミュウがね。はい、ありがとう。どうすんのこんなもん。ちょっとね。昔々浦島太郎が海へ行くと、ハヤト子供たちが。ハヤト。シッ。録音してんの。は？今度いつ帰ってこれるか分かんないからさ。だからミュウが寂しがってる時はこれ聞かせてあげて。昔々浦島太郎が海へ行くと、子供たちが亀をいじめていました。こらこら、亀をいじめちゃいけない。このわけのわからない病気に打ち勝って早く家に帰ってきたい。子供たちは不条理な結末を迎える昔話を読みながら、さあ心から僕を願った。まずはもう一度詳しく検査していきましょう。本日はまず血液検査、それから、あの、とりあえず自己紹介してもいいですか？カルテありますんで結構です。血液検査の後は筋電図検査、それから心電図検査を行います。その後 MRI 検査で、すいません。ああ構いません。それでは早速着替えていただいて。ジャック。はい。ジャック、ロストの。うん、ロストのジャック。全然似てない。あのですね、ロストって海外ドラマで、あの医療もののあのお手元の資料をご覧になってください。それからとりあえず鼻の穴に指を入れ、はい、指を入れるのはやめなさいとお子様に言っていただけますか？申し訳ございません。ほらミュウ、症状をしっかり判明させるために髄液を採取して調べます。それ腰に刺すんですか？なんかすごい痛そうですね。しゃべらないで。じゃあ行きますよ。うまいですね。
やり手ですね。喋らないで。ちょっとお腹に力入れてもらいます。はい。ごめんなさい、昨日ちょっと